おはようございます。太田です。6月29日土曜日、1週間ぶりぐらいですかね、お久しぶりです。最近はちょっと本当に仕事が忙しくて、なかなか戦い以外の動画が上げられなくて、このスニーカーズの戦い以外でも購入してる靴があるんですけど、それがちょっと溜まってきているので、それもアップしたいんですけど、7月はもうちょっと余裕を持って、動画を作ってアップしていこうかなとは思っていますので、よろしくお願いいたします。で、今日なんですが、まずは9時エアジョーダン1ジムレッド、これはリークが出てからちょっと結構注目してたんですけど、先日、八村塁選手がドラフトの前か後かの映像でこれ履いてましたよね。あれを見てさらに欲しくなってしまって、これはもう絶対買わないとっていう感じになってますね。僕の中ではもうこれは八村モデルみたいな感じで見てるんですけど、でしかも八村選手はジョーダンブランドと契約したっていう、これもすごいニュースですよね。ということで、まず9時からはこのエアジョーダン1ジムレッドに挑戦して、その後9時半から今度はウィメンズなんですけど、ズームカイガー5、これが3色出てますね。これはちょっと挑戦しようかなと思ってます。このスパイクの部分がどんな感じになってるのかっていうのも見たいのと、まあ素直にかっこいいなっていうのがあって、でカラーなんですが、どれも好きなんですよね。この黒ピンクは女の子っぽい感じはしますが、白はいいですね。白いいな。であと緑、緑もいいですね。でこの3つは抽選エントリー方式ですね。9時半にスタートと。それと今日はもう一つあって、10時から ABC マートで、ABC マートのオンライン、店舗もあるんですけど、ジョジョの奇妙な冒険ってあるじゃないですか。それとバンズがコラボしたスニーカー、ジョルノ・ジョバーナのタイプとブチャラティのタイプですね。この2足。ちなみにこれがジョルノ・ジョバーナで、こっちがブチャラティです。ジョジョを見てない人は全く興味ないと思うんですけど、僕はもうジョジョ大好きなので、実はこのジョルノ・ジョバーナの方を先行予約で僕もう予約してるんです。 ABC マートからじゃなくてプレミアムバンダイの方から予約したんですけど、6月21日、メールが「ご注文商品発送遅延のお詫び」というメールが届きました。7月発送品としてご注文を承っておりましたが、生産上の都合により当初の予定通りにお届けできない状況でございます。発送時期の詳細については現在のところ未定となっております。で決まり次第改めてご連絡させていただきますっていうことなんですが、今日まだメールは届いてないので、今回 ABC マートで購入されたりとか、その店舗で購入される人の方が先に手元に届くっていうことになってしまいそうですね。ちなみにですね、今はジョルノ・ジョバーナとかブチャラティが出てる黄金の風ではなくて、こっちですね、ジョジョリオン、これが一番新しいやつかな。まだ見てない人は、ぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。ということで、こちらの2足が今日の10時からですね。はい、今日の10時から ABC マートで販売スタートとなってます。はい、ということでちょっとだいぶ長く喋ってしまいましたが、まずは9時エアジョーダン1行きましょう。そうだ、もう一つこのエアジョーダン1なんですが、これ皆さん昨日気づかれました？僕ちょっと見るのが遅かったんですけど、気づいたとしても今山口県にいるのでダメなんですけど、パスが出てたんですよね。6月28日9時より受付開始、昨日の朝9時ですね。スニーカーズパスでリザーブするとナイキ原宿で支払い受け取りが可能。受取期間6月29日土曜日11時から20時までなので、この時間に東京に行ける人はこのパスを使って購入ができたんですね。これはちょっと羨ましいですね。それで足数がどれぐらい出てしまったのか、それによって今回のこの9時からの競争率っていうのがまた変わってくるんじゃないかなとか思ったりして、はい、ということで1分前となりました。よし、頑張りましょう。10秒前です。5秒前。来た。OK。順番待ち。よいしょ。はい、保留中となりました。今回も9時2分とか3分あたりに結果が届くのかなとか思うんですけど、最近早いですよね。あとは本当に祈るのみですね。9時10分になりました。あー、ダメかなこれ。あー、ダメだー、もうなんでー。嘘でしょ。なんで買えないんだろう。なんで買えないんだろう、こんなに。はい、ということで今回すごく残念です。八村選手が履いてるのを見てからテンションめちゃくちゃ上がってたので、まあ本当にとにかく欲しかったんですけど、やっぱり欲しい人たくさんいたんですね。いやー、残念。まあ次頑張りましょう。ということで当たった方おめでとうございます。ではまた次の動画、オフホワイトとのコラボ、ズームカイガーの動画でお会いしましょう。さよなら。